たびたびテストステロンというワードを耳にすると思いますが、実際にどんなものでどんな効果があるのかをご存知でしょうか。今日はこのテストステロンを解説してみたいと思います。まずテストステロンとは男性に多く分泌されるホルモンのことで、性欲を更新したり体毛、筋肉、骨格などを形成する働きがあります。このテストステロン、体においてあらゆる効果があるのです。例えばダイエットをしたい人はテストステロンの分泌量が増えるととても効率よく痩せることができます。男性医学の第一人者で順天堂大学堀江教授は、メタボの人のテストステロン値を測るとほとんどのメタボの人がテストステロン値が低いという結果だったといいます。また分泌量が低下すると筋肉がつきづらくなり、基礎代謝が落ち太りやすくなります。このことからもダイエットにおいての重要性が感じ取れますね。またテストステロンが増えることで、性格自体も自信のある性格になり、行動力のある人間になれるということも分かっています。例えば経営者の人やスポーツ選手など責任感のある人はテストステロン値が高いということがあります。これには女性にも言えて、テストステロン値が高い女性はリーダーシップの取れた女性に多いのです。逆に分泌量が低下すると老化の促進であったり、高血圧、がんや認知機能障害といったさまざまな病気にかかってしまう確率が上がるのだとか。女性においては更年期になると女性ホルモンが著しく低下します。しかしその時に男性ホルモンであるテストステロンの分泌量が増えることで、元気さや若さを保つ秘訣となるのです。また女性の不妊治療にも使われることがあり、この治療を行う外来は予約でいっぱいだそうです。これらの予防のためにもテストステロンを分泌させるのはとても重要になってきますよね。ではどうやったらテストステロンを増やせるのでしょうか。最もおすすめな方法が筋トレです。適度な筋トレ運動をすることでテストステロンの分泌量が増えることが分かっています。その他にも睡眠の質を高めたり、ポジティブな考え方をしたりすることが重要です。逆にストレスを与える生活ばかりになってしまうと分泌量が減ってしまうので気をつけましょうね。このようにテストステロンは男女ともに重要な役割を担っているのです。これを理解しておくと筋トレのモチベーションが上がりますよね。それでは今日はこの辺で。このチャンネルではフィットネスにまつわる動画を配信しています。気に入った方はチャンネル登録をお願いします。